空伝法フカレルギー講師、救命、青山光は、オーストリアハンガリー帝国の貴族、ハインリヒ空伝法フカレルギー伯爵の妻で、パンヨーロッパ運動により EU の礎を築いた、リヒャルト空伝法フカレルギー伯爵の母。美術評論家で、戦後の日本の分断のパトロンであった、青山二郎の母親と講師はいとこでもあった。日本人でただ一人、オーストリア皇帝。 フランツ・ヨーゼフ一世と会話した人物である。日本が、明治維新の頃、空伝法府公使こと青山光は、東京府四後目で、骨頭品屋を営む青山喜八と、妻、常の三女として生まれた。大日本帝国憲法施行後の八百九十二年、当時のオーストリア・ハンガリー帝国の駐日代理大使として、東京に赴任してきたハインリヒ空伝法府伯爵に、見染められ、 大使皇帝に駒使いとして奉公する。空伝法富伯尺が牙で移動中に落馬したのを、密が手当てしたのが慣れ染めだと言われるが定かではない。1893年、周囲が反対する中、密はハイン・リヒと結婚する。密は日本在住のフランス人、カトリック・シンプリ・ギョールの下で、洗礼、国会、献身式を行った。夫のハイン・リヒは、 リギョールを崇拝していた。長男、ハンス光太郎、次男、リヒルトルイジローの二人の子を東京で設けた。書類が残されており、東京府に届け出された初の正式な国際結婚と言われている。ただ、この頃の国際結婚は、外国人にあてがわれた現地妻という認識が強かったため、講師は実家から表向き感動されている。また、ハイン・リヒは、 この結婚に際し、青山家に対して、かなりの金銭を払ったらしく、後年講師が帰国しなかった理由の一つがこのあたりにあったようである。1896年に、講師は、夫の祖国である、オーストリア・ハンガリー帝国へと渡る。その際には、明治天皇皇から、異国にいても日本人の誇りを忘れないでくださいと、激励された。空伝法府家は、 ボヘミアとハンガリーにまたがる広大な領地を持つ伯爵家であり、空伝豊富一族は極東アジアから来た東洋人で仏教徒でもあった孔子をキーの目で見た。ハインリヒは孔子をヨーロッパ人と同等の扱いをしない者とは決闘をすると言い,い、孔子の庇護に努めた。その後、三男ゲオルフ他四人、合わせて七人の子を設ける。孔子は弟、パパと呼んでいた。 ハイン・リヒは子供たちが完全なヨーロッパ人として成長することを望み、日本人の乳母を帰国させ、講師に日本語を話すことを禁じた。講師は多忙な夫以外に心を打ち明けられる人間がいなくなり、強烈なホームシックにかかってしまう。ハイン・リヒは日本への里帰りを計画するが、長期間幼い子供たちと離れることは難しかった。夫婦仲は良かったが、 18カ国語を理解し、特に哲学に関しては学者並みの知識を持つ、教養豊かな夫と、尋常小学校を卒業した程度の学力しかない。妻とでは、教養のレベルの差がありすぎ、子供たちのこと以外に、夫婦でつながりを持てるものは少なかったが、講師も東後に、自分の無学を恥じて、歴史、地理、数学、語学、礼儀作法などを家庭教師をつけて、猛勉強した。 1903年、結婚して10年ほど経つ頃、夫ハインリヒは、ポーランド貴族出身の実母マリー・クーデンホーフの、急性カレルギーを含めた、クーデンホーフカレルギー性を名乗り始めた。クーデンホーフ家が、クーデンホーフカレルギー性になったのは、ハインリヒ以降である。妻の講師も、クーデンホーフカレルギー性になった。彼女の墓は、 マリア・テクル・ミツ・グレフェン・空ホーブ・ゲブ・アオヤマ。このように、アオヤマの姓が書かれているが、それは旧姓を表示しているだけであり、空伝法不正に特に含まれているわけではない。1905年の日露戦争の勝利により、日本の国際的地位が高まると、孔子への偏見も和らぐが、翌1906年5月14日には、ハインリヒが心臓発作を起こし休止した。 ハイン利ヒの遺産はすべて講師が相続するように、遺言がなされていたものの、一族が財産をめぐり訴訟を起こすが、講師は自ら法律書を読み法律の勉強をして、これに勝訴する。以後、夫の遺産を相続し、伯爵夫人として簿記などを勉強し家政を取り仕切った。そして、子供たちの教育のため、財産を処分し、ウィーンに影響を移す。 1914年に始まる第一次世界大戦では、オーストリア・ハンガリー帝国と日本は敵国として戦うことになり、孔子への差別は強まった。また、ハンスとゲオルフの二人の息子が兵士として従軍したり、孔子自身も赤十字社を通しての食料教室に奔走するなど多難な時期を送る。1918年に戦争が終わると、次男、 リヒャルトが有名舞台女優、イダローラントと結婚すると言い出し、講師と対立する。リヒャルトは家を飛び出し駆け落ちをした。講師は、河原の古事記で魔女と思っていた、この癒しい女優業のイダローラントとの結婚により、激怒し、リヒャルトを感動した。リヒャルトが、財産分与の話をした時もこの女優への、プレゼント目当てと分かり、無気になった。その後、このリヒャルトは、 妻のイダの経済的支援で反ヨーロッパ主義を出版し、一躍、ヨーロッパ論壇の長寿となる。なお講師が結婚を反対した理由は、イダローランとはユダヤ人で離婚歴が二度あり、しかも年齢が34歳で19歳のリハルトと大きく年齢が離れており、彼女が常識的に考えても結婚を賛成しがたい状況であった。長男、ハンスも裕福な ハンガリー系ユダヤ人の一族出身で、オーストリア・ハンガリー帝国最初の女性パイロットリリー、シュタイン・シュナイダーと最初の結婚をし、後に女優ウルス・ラグロースと再婚した。三女のイダ・フリーデリケ・ゲレスは、後作家として成功した。長女のエリザベートは、オーストリアの独裁者、エンゲルベルト・ドルフンス首相の秘書を務めていたが、 その後この首相はナチス党が政権を取ったドイツに殺された。第一次世界大戦でオーストリア・ハンガリー帝国が崩壊したことに伴い、空伝報復アレルギー家も過半の財産を失った。講師はさらに1925年に脳一血により右半身不随となるなど不幸な生活を送った。その後はウィーン郊外で唯一の理解者であった次女。 オルガの介護により西洋の日々を過ごすようになる。初代ウィーン総領事、山地明の娘、アヤコによると質素な暮らしだったという。なお、オルガは母の介護のため今期を逃し、生涯独身であった。その頃の唯一の楽しみは、ウィーンの日本大使館に出かけて、大使館員たちと日本語で世間話をし、日本から送られてくる新聞や本を読むことであった。 その後オーストリアはドイツに並行され、次男、リヒャルトが反ヨーロッパの思想で、ドイツから犯罪者扱いを受けていたが、講師は日本政府に守られた。さらに、1939年9月に始まった第二次世界大戦後は、ドイツ難民として中央ヨーロッパのあちこちを放浪。1941年8月27日、第二次世界大戦の火の手がヨーロッパを覆う中、 講師はオルガに見守られながら、息を引き取った。ついに、日本に帰ることはなかった。葬儀の世話もまだ生存していた、オルガの兄弟は何もせず、住んでいたアパートの住人が手分けして行うありさまで、あったという。このことは1973年に、NHK が放送したドキュメンタリー番組、国境のない電気。百八十七年に、同じく NHK が放送したミツコ、 二つの世紀末でオルガの隣人だった女性が証言している。ロブマイヤー社のクリスタル製品は1835年にハプスブルク家から皇室御用達の称号が与えられた。ハプスブルク家は空伝法付家にとっては主君である。当時の上流階級で愛用されていたロブマイヤーのグラスセットを空伝法付カレルギー講師も愛用した。 講師はこのセットを使って自宅に招いた友人をもてなした。そこで、そのグラスセットを1866年にデザインした、ルードビッヒ・ロブマイヤーは、このセットを、みつこと命名した。ロブマイヤー本店のウェブサイトでは、このセットは、トリンクサーバスナンバーワン04としか表示されていないが、ロブマイヤー日本総代理店が特に、みつこと表示している。下ラ車の香水、みつこは、 空伝法フカレルギー講師に由来するわけではない。しかしジャック・ゲランが1919 19年にこの香水を制作した際、空伝法フカレルギー講師の名前を知らなかったということはなかろうとフレグランスエキスパートのゲラン社員が自社のコラムに記述した。ゲランのミツ子の由来は1909年に発行されたクロード・ファレールの小説ラバー対ユに登場するミツ子である。 ゲラン社は、画廊、ギャルリー・エナツと共に、吉行和子家族の一人芝居、三子三子、世紀末の伯爵夫人を共賛した。ギャルリー・エナツは、講師の三男ゲオルフの子で、日本在住の画家ミハイルクーデン法フカレルギーの絵画を所蔵する。ありがとうございます。